ジャンクゼロ。あなたは今、ラジオの前で何をしてるのかな？ラジオを前に勉強してたりする受験生、長距離トラックの運転手さん、いろんな人が聞いてくれているよね。あ、自己紹介が遅れました。私は駒井千佳子と申します。そうです。芸能レポーターの駒井です。ご存知でない方、ぜひこの機会に覚えてください。駒井千佳子です。突然だけど、私はいい女なのよ。いつもはあんな芸能レポートばっかりしてるけど、本当はあなたのことをレポートしたい。本当はもっともっとあなたのことをレポートしたい。全国のリスナーのみんな、私だけにレポートさせてくれるかな。もちろんあっちの意味でね。剣道小林のてめおこ、今夜も始まります。さあ、というわけで始まりました、剣道小林のてめおこ。皆さんこんばんは、剣道小林です。今回のですね、てめおこポエムは熊本市のこてっちゃんからいただきました。駒井千佳子さん、皆さんご存知でしょうかね。関西の方でナルトモという番組にね、出てジャニーズ情報なんかをですね、逐一報告してくれる、方なんですけど、ミヤネ屋とかにもね最近出てる、あのね、一言言うとエロいババアなんですよ。こんなこと言ったらね、もう本人の耳届いたら即刻潰しにかかってくるようなね、どしょっぽねの強さも持ってる人なんですけどね、あの、とりあえず体のラインが出る服を着たがって、ね。で、とりあえず後ろを、もう、見ないでよ敵に階段登る人なんですよ。なんだ、来てくんねえ、そんな、みたいな。ね。まあ、なかなか、関西のね、お笑い芸人とかと接する機会が多かったみたいで、このね、ナルトモとかいう番組を通じて、結構、イケメンじゃん的な芸人と飲みに行ったりするっていうね。いつか俺がね、でかいレポートしてやろうと思ってるんですよ。スキャンダル浮かび上がらしてやろうかなと思ってるんですけどね。最近ね、ちょっと世知辛いなという、ちょっとね、昨日、あるところでね、インターネットのちょっと話題になったんですけど、ちょっと俺がほんとショックでね、あまりにも俺の認識がこの幼稚すぎて全員に笑われるという、ことがありまして、これ本当に僕と近い感覚の人もおると思うんですけど、知ってましたか、リスナーの皆さん。世の中にマザーコンピューターってないらしいですよ。僕はインターネットは世界中で繋がってると思ってたんですよ。ね。世界中で一箇所に、多分ですよ、モスクワかベルリンの地下にね、巨大建造物みたいな、ドイツのね、軍の帽子みたいなのをイメージしたような巨大建造物があって、サーチライトが8個ぐらいずっと常に回っててですよ。ね。メカドーベルマンみたいなやつがうろうろしてる、建造物の中に、地下に建てられた巨大建造物の中に、まあ、培養液に使った巨大脳みそがね、あって、テレサと呼ばれている。テレサと呼ばれる脳が、すべてを統括してると思ってたんですが、驚きの事実が発覚しました。普通の企業が何個かでやってるらしいです、あれ。そこに登録してるだけらしいです、皆さん。安心してください。個人情報は漏れないと、いうことらしいですよ。その会社が暴走でもせん限りは。ね。まあだから僕はいわゆるその、なんていうんですか、ネット通販みたいなのすべて避けてたんですよね。お前らそんな懐さらして大丈夫かと。口座から、暗証番号から、住所から、すべて筒抜けやぞと。機械が反乱、テレサが、もう人間の役目は終わったと判断した瞬間消されていくね、リストアップですよ、そんなもの。
ねえ、それがなかったんですね。僕が夢見てたメカロボドーベルマンたちはもう存在しないんでしょうか。せちがらい世の中です。ねえ、さっきもね、この TBS のね、社屋にちょっと入ってきたときに、あの赤坂にある TBS の1階にですよ、ちょっとあの一般の方にもね、開放してるような、ちょっとあのテレビのスタジオってこんなんですよ、みたいなね、アトラクションというわけでもないんですけども、エントランスにあるんですけど、ブーブー天気予報みたいなんでね、こう天気予報ってよくね、お天気お姉さんとか、あの気象予報士の方がですね、こう後ろの CG のようなパネルをこう背負って画面で説明してるみたいな。それが体感できるみたいなね、施設があるんですよ。いわゆるこのブルーバックって言うんですか?ね。まあ、グリーンバックなんですけど、緑色の幕の前で立ってやってたら、画面にはその後ろに天気図が出るみたいな。今日は晴れです。みたいなんで遊べるみたいな。ってね。そこに若いお母さんと、ちっちゃいもうね、2歳半ぐらいの、ね、女の子がこう、それで遊ぼうみたいにやってたんですけどね。そこの幕の前にお母さんが立って、へえ、東京はこの後晴れます、みたいなね。言うて、ああ、いい光景やな思ってもね、娘がね、そこにいないように動くんです。嫌やと。ここに立つの嫌や、みたいなね。なんか、得体の知れん怖さ感じたんでしょうね。自分の立ってる場所と違うものが画面に映ってるっていうのに。逃げまくってお母さんが泣くっていう大事件起こってましたよ、今。映ってよ、一緒にっていう。世の中ちょっと蝕まれてるなっていうね。恐ろしい事件の数々です。そう、立て続いたんですよね。今日もね、ちょっと某ファーストフードで、まあ、某バーガーと、某ジュースを買ってきて、持ち帰りで頼んだところですよ。ね。その二袋ポンと出されたんですよ。紙に包んでね。で、すいません。ちょっと荷物、買って片手塞がってるんで、手下げみたいなの大丈夫ですかねみたいな言ったら。二袋までは、手下げダメなんですよねって言われながら手下げ袋出された。いや、もう俺が悪かったけど。そんな怒らんでもいい。カリカリせずに行きましょうよ。ね。一番のエコは、ミサミツアルのタイツです。目に優しいグリーン。ね。そういう気持ちで行きましょう。さあ!というわけでね。どうかな、今のオープニングトークで、10代女性は喜んでくれたでしょうか。ね。10代女性がね、先日行われたレーティング企画で、0人という結果を生んでしまいましたが。ね。まあ、すべてね、網羅できるわけではないんで、そういうシステムが。ね。何人かおられるという情報、こちらにね、届いておりますよ。ね、和歌山県のペンネーム、みかんキューピー。ケンコバさんこんばんは。私はギリギリ10代の19歳です。先週たまたま夜更かしして、久しぶりにラジオをつけてみたら、私の大好きなケンコバさんの声が、密かにラジオやってたんですね。別に密かにやってたわけじゃないですけどね。夜中ですがテンション上がりました。友達にも宣伝しときましたよ。10代女子リスナー増えるといいですね。おやすみなさいと。ありがたい。ありがたいのいただいてますね。こちら、ラジオネーム非常識コックさん。剣道さんこんばんは。やっぱ、10代のリスナー獲得は難しいですよ。他局ですが、白田優さんや、小栗旬さんのラジオでは、現役の女子中高生がエッチな妄想を投稿しています。何?昨日は小栗旬さんに、セーラー服にミニスカート履いてます。スカートの下は黒のストッキングです。どう思いますか?とメールがありました。しかもてめえよこより遅い1時から3時の時間帯で。白田さんと小栗さんのラジオはエロトークに10代女性リスナーが食いつく。てめえよこはエロトークに10代女性リスナーがドン引き。なんすかこのコントラストは。もうこのまま、エロトークのままでいいです。ビジネスでは当たり前の選択と集中ですよ。今度 AV 女優の鮎川奈緒さんをラジオに呼んでください。鮎川さんは剣道小林さんをエッチしたい芸能人に挙げています。ラジオで二人の絡みを聞きたいです。てめえこが目指すのはチェンジではない。やり直さないか。君らしさのままで。なんやこの締め。小栗旬が、エロコーナーやってますか。そうですか。まあリスナーの、まあ、需要と供給はぴったり言ってるんでしょうね。小栗旬くんが。こういうエロいね、女子高生の妄想を聞いて、おい、やめろよみたいな。
いいのみたいな。そういう、そうなんですよね。鮎川奈緒さんね。これは、非常識コックさん、この情報ありがとうございますって言ってきますが、この剣道小林、正直偶然のチェックで済んでおります、これは。一回、この鮎川奈緒さんっていうね、AV の方の、ギリギリモザイク2というね、DVD を購入したんですよ。ほな、最後に、驚愕のフィリップ大喜利みたいなコーナーがあってですよ。ね。まあ、フィリップ大喜利っていうほどのもんではないんですけど、質問をなぜかフィリップに書いてポンって出すみたいなね。そういうとこで、ケンド小林さんと。まあ、ケンド小林さんとは書いてないんですけどね。ケンド小林って書いてましたけど。ケンド小林してみたい。あの声、たまんない。みたいなね。もちろんチェックしております。それからというものの、どの辺で、普段遊んでんねやろうということをね、リサーチしてるけど、全く引っかかってこないと。プライベートで出会いたいです。仕事場では出会いたくないですね。さあ、こちら、あなたにバナナももか姫。ケンコバさんこんばんは。10代女子リスナー 0% なんておかしいですね。私、19歳のピッチピチ女子ですけど、毎週聞いてますよ。世の中には私みたいなエロエロ女子リスナーもいるので頑張ってください。ちなみに、ここだけの話ですけど、私やりすぎガールの一人なんですよ。とうとう来たか。やりすぎガール来ましたか。あのね、本当にやりすぎ工事というね、番組今何回も出させていただいてるんですけども、いいじゃないですか、あの、後ろに、ただ単に笑ってくれるだけのね、巨乳女がね、ずらっと、まあざっと見たところ14人ほど並んでるわけですよ。ね。その中の一人がてめえをこう聞いてる。でもね、やりすぎに何回か最近も言ってるんですけど、そんな素振り一切見せないんですよ。嘘やろ、これ。送り返してみようかな、これ。あとです。ちょっと気になるな。それやったとして、それがエロエロ女子リスナーやったら、だいぶ気になるやないの。正直ね、やりすぎガール一番いいですよ。ね。気になるな。こういうやつに限ってアドレスが名前とか誕生日はないねんな。そっから、探偵家業発動できへんねんな。せっかくドコモの携帯やのに。わからんねんな。誕生日だけにしといたらいいのに。ほんなら探れんのに。まあそうですか。まあでもね、10代女性リスナーちょっとマジで取りに行くんで、今度のね、レーティング先にあると思いますけど、その時はもう俺腹くくりました。リスナーの皆さんに協力仰いで一週間だけ嘘のラジオやりましょう。ほんと10代女子が毎週聞いてるというラジオにして、そんな話題ばっかりのラジオ一週間嘘つきましょう、皆さん。ね。そんな投稿をちょっと今考えて送っといてください、皆さん。どんなコーナーでも。コーナーの形は変えずとも、ペンネームもその時だけ皆さん変えてください、ラジオネームも。徹底的に、粉飾していきますんで。そういうのでお願いします。ね。ちょっと詳しくはいろいろ煮詰めて、皆さんに発表しますんで。さあ、そして、先日から行っております、バンダイさんとのコラボ企画。ね。バンダイとてめおこで、チャーオもおもちゃを作ろうじゃないかというね。これ、投稿が結構来てまして、呼んでいきましょうか、こちら。ラジオネーム、新井智也。バンダイさんとのおもちゃコラボ企画ですが、前に、ケンコバさんが涙ながらに言っていた、オイラのレディを、ティーンの女子に聞いてもらいたいでやんすをヒントに思いつきました。こんな言うてへんわ、俺。ズバリ、ティーンの女子が大好きなおもちゃといえば、シルバニアファミリーでやんす。それのテメオコバージョン、コババニアファミリーを作ってください。ケンコバさんを人に、ネゴシックス、若いおさむ、RG、高一点の折原美香、そして敵キャラとして田島横先生。貧相な僕の発想でも、これだけのファミリーが思いついたんですから、ケンコバさんならもっと世界を広げられるはずでやんす。きっとバンダイの橋本明治の心を掴むことができるはずです。いや、できるはずでやんす。
なるほどね。ネゴシックス若代様 RG、折原美香か。気が乗らんメンツやな。気が乗らんメンツやな。こいつらとなんか一緒にプロモーションをやると思ったら気が乗らんメンツやな。ちょっと他紹介していきましょう。ラジオネームあなたの肉野菜。ミニチュアダックステメオコというおもちゃを出してみるのは。これどういうことやねん、これ。ミニチュアダックスフンドは流行ってますよね、女が。テメオコ別に流行ってないです。テメオコっていうのは形あるものなんですか、これ。ラジオネーム、レバーを食べよう。テメオコメンコ。なるほど。ただこれはね、ちょっと、受注の際に、ちょっと、ね、業者の人噛んだらえらいことになりますからね、テメオコメンコは。僕も今ちょっともう冷や汗かきながら早口で言うぐらい、テメオコメンコっていうね。おい、何言うてんねんみたいな。ね、偉いさんがおるかもしれないんで。テメオコメンコはちょっとね、際どすぎるというか。こちら、ラジオネーム、猫100匹。ケンコバさん、こんばんは。テメオコおもちゃですが、学校やオフィスでも使える実用的なものにしてはいかがでしょうか。私が考えたのは、ボールペンのボディ部分に水着姿のケンコバさんがプリントされていて、ペンを逆さまにすると、スルスルと水着が消えていくという仕掛けの魔法のペンです。また、姉妹品として、注いだ飲み物の温度で水着のプリントが消える魔法のマグカップなんてものもぜひ出してくださいと。アメリカの土産か、これ。アメリカの土産買ってきて反応見られる。どうですか的な。ちょっと逆さまにしてもらえます？みたいな。もうええわっていう。こちら、ペンネーム、時をかける処女。世界の鍋奴さんは3の倍数だけアホになるという音声電卓というものを発売しています。ケンコバさんもそれに対抗して10と打ち込むと、テンガとケンコバさんが言う音声電卓なんてどうでしょうか。あー、渡辺さんのね、ドンキホーテに売ってるやつやな、あれ。なるほど、なるほど。こちら、ニシンとサバ。何を提案してもダメダメ言って、本当にコラボする気あるんすか？ケンコバさん、許せない。でも、あなたしか見えない。 Yes, fall in love。 やりたかったんか、これ。やりたいがために文句言ってきたみたいな。ちょっと、なかなかね、難しいですね、バンダイのおもちゃは。また今週にかけてバンダイの偉いさんがね、聞きに来てるんですよ。えぐい下ネタがなくてよかったって胸をね、撫で下ろす反面、ピリッとしたネタがなかったという。しかも最後はネタに走るというね。いつなったら進むんだ、みたいな。そうですよ。まあでもね、ほんとバンダイさんもね、来てくれてるんでね。これ本当にちょっと形しましょうよ。ね。皆さん本当に、こう集中的に送ってきてくださいね。〇〇さん聞いてるんでしょう。しばらくお休みしますんで。集中的に聞いてください。さあ、それではですね。このケンタコバチのてめおこでは皆様からの苦情批判、メッセージ、何でもお待ちしております。てめおこメールアドレスは、temeoko@tbs.co.jp、 temeoko@tbs.co.jp まで、どんどん送ってください。さあ、それでは、TBS ラジオに咲いた一輪の花。CM です。目先の快楽、自分の利益追求にとらわれて、心、人間性を失っている。まあね、この楽しみはわかります。2万ガバス。10回連呼いきましょうか。てめおこ、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 てめおこ。さあ、それでは、ケンタコバチのてめおこ、早速コーナーの方行ってみましょうか。まず最初のコーナーはこちら、朝良くない話。聞けば人生の見方がちょっと変わるかもしれない。聞いたところでふーんとしかならない、そんな浅くて良くない話を送ってください。さあ、こんな説明、水野アナウンサーありがとうございました。ということでね、浅くて良くない話、いっぱい届いちゃってます。読んでいきましょう。こちら、ラジオネーム小太り少年。先日バスに乗っていたら、目の前で寝ていた高校生が突然起きて、眼鏡をかけました。どうするのかなと思っていたら、
また寝ていました。朝良くない。これは浅くて良くない話ですね。こういうのです、朝良くない話。皆さん。いやー、行きましょう。じゃあこちら、ラジオネーム、ジョージ・ルーカス。母親がコツコツ貯めている500円貯金の瓶から父親がこっそり何枚か抜き取ってました。朝良くない。まあこれは世の中永遠の全家庭で行われていることですからね。親父が金取っていくっていうそれをね、結構金八先生とかドラマで堂々まだ取り上げるっていうのがね、結構普通の家もやってるやろそれと。あんた持っていかないでまだ言ってないだけでねそんなもんですよ。こちら、ラジオネーム、へそごまいじり。あれは今年の12月31日。僕は受験生なので勉強していました。しかし、この時期はもう疲労もたまり、僕は息抜きにテレビを見ていました。その時、お母さんが僕に言いました。受験生なんだから勉強しなさい。僕はまた、弁を握りました。朝良くない。もうなんか浅いとかでもないこれ。くぼみないやろこれ。平面やろただの。去年やし、12月31日って。よう間違えるとこやけどこれ。うん、朝良くもない話ですよこれ。ね、こちらラジオでもオレンジ。兄より優れた弟などいないと言った瞬間に弟にボコボコにされました良くないあ、おかしいですね。まあこれもしかしたらラオからの知らせかもしれないですけどね。実際もう弟にはねボコボコにされてますから、あ、ジャギかもしれないですね。こちら行きましょう。ラジオネーム、極悪ケチャップ。自他ともに認めるお尻好きの友人が星野亜紀の画像を集めていました。良くない。どなりやねんお前。どっちやねん。そうですね。フェイクやったんか、俺らに尻好きやって言ってたんか。秋山里奈集めろやというところ。結局どっちやねんお前。尻が好きっていうのは恥ずかしくなかったのに、父が好きっていうのは恥ずかしかったんかいみたいな。これたまにね議論起きるんですよ。男のね間でこういわゆる父派と尻派みたいな分かれてて、確かにいや俺は尻の方が好きやなって言ってるやつの方がちょっとかっこよく見えるっていう瞬間あるんです。こいつ大人やなみたいな不思議とねなんかかっこいい感じがするんですよね、尻が好きって言ってたら。こちら行きましょう。五代目会長。玄関で灯油を入れている最中、母に呼ばれたので振り返ると、黒タイツにシャツといういでたちで、見て見てあの変な動きをするやつと言いながら、おそらくジョイマンのであろう踊りを見せつけてきました。私は動き違うよと言って灯油入れに没頭しました。朝良くない。ねえ、動きも違いますし、上は白いシャツですからね、あれ。さあ、朝良くないモノマネやったんですね。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、ゴリラがストライキ。パンツが見えそうだったので、期待していたら、見えてしまいました。ちょっと残念です。朝良くない。ああ、わかるな。いやねんって言いたいっていうね。わかるわかる。こちら行きましょう。ラジオネーム、あなたの肉野菜。B ボタンがキャンセルかと思ったら、OK だったので痛い目に遭いました。朝良くない。ああ。なんなんでしょうね、この、ゲームというものはね。最後の方はキャンセルの B ボタンのおざなりな感じ。そして OK の A ボタンのおざなりな感じね。誰ももう文読んでないみたいな。オプションで超高速みたいなのにね、メッセージ速度変えちゃうという。買いたてのあの頃の気持ちどこ行ったんやみたいな、ね。ルーチンワークみたいになりますからね。こちら、ラジオネーム、手島くボーイ。
豊島区ボーイだな。最近僕は必殺仕事に2009を見ている影響か、友達と昼休みによく、もしも自分が必殺仕事人だったらと仮定してオリジナルの技を考えています。ちなみに僕の考えた技は、本の紙が鉄でできていて、それを投げて敵を倒すというものです。あざよくない、よくない、よくない。これちょっと俺もこの間やっててんな、みんなで。そん時出たアイデアがね、藤原のフジモンが一番言うたのが MVP 取ったんですけど、やっぱりああいう時代ですから、その時代に即してなきゃいけないということね。藤本が言ったのが、飴細工職人と。こう、飴細工は綺麗にこう、好きな形にカットできて、しかも固まったら硬いということで、それで刀作って切るって言ってました。で、お上が駆けつけてきた頃にはもう一回溶かして飴にして舐めて、何かあったんですかみたいに言って変えるみたいな。これなかなかほんまに採用されそうやな、みたいな。いいですね。こちら行きましょう。ラジオネーム、窓からこんばんは。クールポコのブログコメント数が2つでした。よくない、よくない。あれ？そうね。結構人気ありそうですけどね。クールポコ以外今相当な人気でしょう。やっちまったな。ね。一回近所のステーキハウスケネディで会いましたよ。せいちゃんの方に。ね。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、オレンジ。クラスの女子がお昼休みに集まって、滑らない話をしていました。聞くつもりはなかったんですが、女子の声が大きく嫌でも聞こえるので聞いてみると、全く面白くありませんでした。極めつけはリーダー格の女子が、滑らんなぁと言ってしまいました。世界は変わる必要があると思った日でした。朝よくない、朝よくない、よくない。これ実際居酒屋とかでやってた人いましたもんね。うわ、どうしよう思いましたけど、この、とりあえずここに横に、まあ、一応俺がおるというのが気づかれれば一番なんかこの空気にダメージ与えちゃうやろな、みたいな気になってね、こそ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 してたんです、俺。その日。滑らんなー、みたいな、ほんまに言うてましたもんね。マジかよ、みたいなタイミングで。お前正気かっていうタイミングで滑らんなーって言いましたからね、そいつ居酒屋で。いや、それ、何気ない言葉でもタイミングで必要やねんなって、改めて実感させられたところで。そう。こいつらがね、もう女3、男5ぐらいのコンパやったんですけど、なんかね、そうや、思い出した。結構、あれ何やってやろな、って、もしかして芸人なのかなみたいなね、男たちが。樋口はなみたいな。樋口くんはなあれでええねんて、みたいな。言うて、まあ、その一般の人が言うててもおかしないしなみたいな。で、まあ、そいつ明らかにね、すげえ嘘ついてるんですよ。もし本当にこの業界、同じ業界の人であっても、それは、ないやろということをね、言うてて。いや、まあ、俺はな言うわ、ネタ、がな、得意な方で、こう、キャラが弱いからさ、作家やったらどうやとか、鍋屋さんとか言ってくれてんねんな、みたいな。そんな絶対言わへん。タイプ的にはよ、みたいな。俺は、鍋屋で、みたいな。お前は、剣道浅い、声が低いから、みたいな。わぁ、滑らんな、みたいな。嘘つけ、お前ら、みたいな。ほんまにありましたからね、これ。いやー、これはもう気づかれた、気づかれたら、ほんまに芸人の声やったらもう泣くやろうし。芸人じゃなかったら、おい、なや、お前、みたいな言われるやろうしってことで、こそこそしましたからね、居酒屋で。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、ドンキコング。クラスで、不幸の手紙が流行った時、自分だけ不幸の手紙が来ませんでした。朝よくない、朝よくない、朝よくない。寂しいね。良きも悪くも、ね。届いてほしいもんです。じゃあこれ最後にしましょうか。ラジオでもオレンジ。バレンタインの日に、いつか革命を起こそうと計画して、早10年。世の中は何も変わりません。どうしたらいいんでしょう。知るか。朝よくない、よくない、よくない。好きにせえや、もう。ね。ということで、まだまだね、滑らない話じゃないよ。朝よくない話。待ってますんで、ぜひ送ってください。さあ、それでは、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら！お前、プライド高すぎんだよ！底辺から見た贅沢を書いて送ってください。
大した不幸でもないのに落ち込んでいたり、大した不運でもないのに不平を漏らしていたり、そんなやわな人間をピシャリと叱ってあげるコーナーです。まあそういうね、低い目線のものをね送ってほしいとともに、そういう風には生きてほしくないというね、複雑な心境のコーナーです、ね、この間ルミネ座吉本というね、劇場の近くで結構立ち食いながらうまいね、安いのにこれ結構レベル高いなっていううどん屋で、壁見つめながらうどんすすってるネゴシックス見て、ほんま泣きそうになりましたからね。R1 グランプリかけてるみたいです。ね、応援しましょう皆さん。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、たけちゃん。水洗トイレを2週間に1回も流すだって？お前プライド高すぎんだよ。貯めるね。貯めます。2週間に1回でももう限界ぐらいですけどね。古い観光地のトイレぐらいになってるはずですよ。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、シカッチャヤーヨくん。ベータから VHS に変えたい？お前プライド高すぎんだよ。何年前の話やね。何年前の議論やねこれ。さあ、どんどん行きましょう。こちらラジオネーム、荒井智也。ああ、自転車のサドルに生まれ変わって女子に乗ってもらいたくねえだ。お前プライド高すぎんだよ。え、人ならざる者に生まれ変わることすらプライド高すぎると。消滅しろと、ネゴシックスから見たら。人は消滅するもんなんだよっていうことなんですかね。こちら、ラジオネーム、ドライフラワー。ダメ元で行く？お前プライド高すぎんだよ。ダメなんですかね、ネゴさん。ダメ元で行きましょうか。お前プライド高すぎんだよ。その先に成功なんて考えてんじゃねえよ。ダメ元っていうことはお前、最終的に成功があると思ってんだろお前。プライド高すぎんだよお前。メゴさん、っていうことですかこれ。恐ろしいですね。こちら行きましょう。ラジオネーム、栃木の木村。お湯がないと美味しく食べられない？お前プライド高すぎんだよ。もう、どういう低いとこ生きてるんやよ、ネゴシックス。続いていきましょう。ラジオネーム、早く妖怪になりたいひき肉。なんでもないようなことが幸せだったと思う？お前プライド高すぎんだよ。延々突っ込まなあかんよ、これ。あの歌、延々。さあ、こちら、ラジオネーム、ドンキコング。カーンチ、元彼の前でセックスしよう。お前プライド高すぎんだよ。セックスに関してはね、ネオシックスがね、あいつのプライド、あいつね、結構遊んでるはずなんですよ。発覚してるだけで、結構あって、この間ね、そう、近所の芸人たちで新年会やろうやで、前もちょっと話しましたけど、その時に、実は、まあ、正月明けて間もない頃やったんですけど、15人ほどもね、芸人揃ってたのに、なんと2009年で姫始めしたのがネゴシックスだけということが発覚して、すごい、やっぱネゴシックスは俺らの、言うたら希望かもなと。うん。芸人がモテますって言われてるこんな時代、実は実質は、みんな私生活は何でもない毎日送ってネゴシックスだけでドリーム叶えてんねや、と。言うて、ネゴシックス、まあ、そうですね。みたいな言うて。でも、言葉攻めとか、すんのみたいな、質問で、ああ、まあ、しましたね。みたいで言って、どんな言葉攻めしたんって言ったらね、ネゴシクスが、ああ、おい、お前、バックなんて知らねえだろ。いや、知ってるやろ、それ。バージンじゃなければ知ってるでしょ、それぐらいは。なんちゅう言葉攻めや、幼稚なっていう。どっちやねん、お前。いっぱいやってんのか、全然やってんのか、どっちやねん、みたいなね。不思議な事件がありました。さあ、これ最後にしましょう。ラジオネーム、ニシンとサバと小判ザメ神器。それでは本日のゲスト、ネゴシックスさん。今日の喋り場の
みんなの熱いメッセージを聞いてどう思われましたか？お前プライド高すぎんだよ。出入り禁止なるわお前。NHK 出入り禁止なるぞこれ。喋り場の皆さんの熱いメッセージを聞いてどう思われましたかで、お前らではなくお前と言うたということはこのアナウンサーに対して言ったんですかね。NHK のお前プライド高すぎんだよ。お前が感想聞いてんじゃねえよみたいな。恐ろしいですね。猫目線。こういう風にね、皆さんネタは書いてきてもこういう風にはならないように一つお願いしますね。わかりました。じゃあ次のコーナー行きましょうか。続いてのコーナーはこちら。誰しもが考える人類の永遠のテーマ、世界を震撼させるこの謎についての考察を深めていくコーナーです。さあというわけで早速チンゲ探索に出かけましょうか。行きましょう。こちら、ラジオネーム小太り少年。電気屋さんにあるエアコンの風が出るところでヒラヒラしてるあれ、チンゲじゃないでしょうか。なるほどね。小太り少年よ。な？一つお前に聞きたい。水色のチンゲ見たことあんのか？水色のチンゲなかなかないでしょ。ね？おそらくですよ！綾波レイとかそうかもしれません。綾波レイか、セイントセイのサオリお嬢様か。サオリお嬢様はもう、青紫かな。その二人しか確認されておりません。それが電気屋さんにいるわけないでしょ。綾波レイとサオリお嬢様が。木戸サオリお嬢様が。ね。これは、ビニールテープです。行きましょう。こちら、ラジオネーム、時をかける少女。フィギュアスケートでよく見られる、演技後にスイーパーと言われる子供たちがリンクでせっせと拾っているもの。あれは選手たちが落としていったチンゲですよね。これはね、正直可能性ちょっとあると思います。正直あると思うんですね。それもちろんウィンブルドンのボール拾いの少年たちだって。あのなんと言っても公式テニスボールの素材ですから、ちょっと毛羽立ってますからね、あれ。あれチンゲキャッチする、クイックルワイパー的なとこありますからね。テニスボールとかも。あれはチンゲかもしれないですね。さあ、こちら行きましょう。ラジオネームオレンジ。ガンプラとかを作った後に残るパーツってチンゲですよね。確かにね。節くれだったりしてますからね、あれ。あれ、最初の頃大事に置いてたりするんですよね。箱にきっちり収めて。あれ、なんか体積減ってるはずやのに蓋ちゃんと閉まらへんみたいなね、なんか現象が起こるんです。いつしかみんながごく自然に捨てていくというものです、あれ。これカスタムするときに使えるかもしれない。隙間空いたときのこのパテの中のこう芯みたいにできるかもしれんみたいにして置いとくんですけどね。こちら、ラジオネーム無題。だけどけになる昨日よりもずっと遂げれた夢、二人の続けが知りたい。あけめ様、時間を止めてよ、経過書。で終わってます。やるんやったらやれや、もう最後まで。姫のとこまでやりなさい。ね。こちら、行きましょう。ラジオネーム、ニシンとサバと小判ザメ神器。この前、久しぶりにスペランカをやってると、主人公がチンゲにつまずいて死んでしまいました。ケンゴバさん、無敵なるウルテク教えてください。いや、スペランカはそれぐらいの正直設定ですからね。あれ、チンゲがあっても死ぬでしょ、スペランカは。ね。無謀な旅すなと、あいつ。こちら、ラジオネーム、エビチのカマンベール。チンゲのトラブルって8000円でしたっけ？やらないじゃん。森末さん帽子かぶらないでしょ。そのために。ストップモーションの CM 撮らないでしょ。それで、森末さんが。こちらラジオネーム、ドンキコング。ツタヤでレジに行ったら、ポイントを貯めるので、チンゲをお持ちでしょうかと言われ、僕がチンゲを出したら、お客様、そちらのチンゲは期限切れとなっておりますと言われました。ツタヤカードとチンゲ、どう見間違えたんや、俺。見間違えないものは送らないようにね。こちら、ラジオネーム、オレンジ。拳銃で、
胸を打たれましたが、胸のポケットに賃金を入れていたので、一命取り留めたぜ。ありがとう、相棒。賃金に弾丸めり込んでるみたいな。こいつが。まさか、こいつのおかげで。ご自宅行きましょう。ラジオネーム、あなたの肉野菜。カッパかな？カッパじゃないよ。チンゲだよ。意味がわからない。意味がわからないです。皆さん、意味がわからないコーナー1個用意してるんで、意味がわからないので、1個完全なる意味わからないコーナー用意してますんで、そちらので解消してくださいね。意味がわからないものが思いついたときは。ね。というわけで、ね、いろいろ送ってきましたけども。さあ、ここで、一旦、あちらの方、聞いてもらえますか。CM です。人間としてのルール。プロデューサーとガンガン寝て、バンバンおまけする。剣道小林のてめおこ。グレーテル正式名称チンゲじゃないですからね。まあ、ヘンゼルもね、多分あの、挿絵から判断するにそんなバッとは来てないと思うんですよね。さわっと来て。剣道小林のてめおこ。さあ、というわけで、絶好調にお送りしております、剣道小林てめおこですが、続いてのコーナー行ってみましょうか。続いてのコーナーは、こちら！てめおこ都市伝説。現代社会でまことしやかに流れる都市伝説。嘘かまことか、まことか嘘か。現代日本、現代芸能界で噂される都市伝説を募集します。信じないか、信じないかはあなた次第。うまくいけば本にします。はっきりうまく言えば本にしますって、うまくいけば本にしますって言ってるんですね、これ。そんな利潤欲にまみれたコーナーやっていいんでしょうか、これ。っていうか、それ隠しとくべき、俺がね、言うぐらいだったらいいんですけど、女子アナの人にうまくいけば、本にします。いいですね。本にしましょうよ。できることならね。行きましょう、こちら。沖縄県ラジオネーム顔面シュート。モナリザという人間は、実は滝川クリステルで、500年もの間、姿形を変えていって現在の姿に至っているらしい。信じないか信じないかはあなた次第。確かにね。最近これなんでなんでしょうね。滝川クリステルといい、まあ、言った山本モナといいね。葉山エレーヌといいね。あとね、TBS もおるでしょう。葉山エレーヌが TBS でしたっけ。ね。こう、ハーフアナウンサーみたいな。ね。それがね、各局揃えてきてるという、これね、かつての新日と前日の形に似てますからね。中西をデビューさせた秋山デビューさせるみたいなね。タイガーマスクデビューさせた大仁田淳デビューさせるみたいな。ちょっとね、なかなかプロレス的でね、放送局も面白くなってきてるんですけどね。さあ、行きましょう。こちら。ラジオネーム、スカスカット。中井貴一の髪の分け目が徳川埋蔵金のありかに通ずる道になってるらしい。信じないか信じないかはあなた次第。同等っていくねんすよ。すいません、中井さん。何してんだよって言われる。ねえ、中井貴一さん、あれだけもう、僕が子供の時からあっちで分けてますからね。多分もう風呂入って髪の毛、吹いて、寝て起きたらあれなんでしょうね、もう。ああ、向いてるでしょうね、毛根。毛根あっち向いてほいでしょ、あれもう。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、荒井智也。今、最も輝いている女芸人、友近由紀子が、私服でテレビに出る場合、95% の確率で、赤と白のボーダー柄のポロシャツである。信じないか信じないかはあなた次第。あ、これどうなんでしょうね。100% 私服で出た時 100% っていうのはサバンナヤギの水色のジャージですけどね。3シーズンあれ言ってますから、あいつ。
ね、秋、冬、春と。そして 95% の確率で、ダンガリーシャツに刺繍入ったシャツをサバナ高橋が着てる。常にテレビ出るとき二人、私服のときその格好っていうのね、皆さんちょっと注目してください。行きましょう。あ、そして野生爆弾ロシア、グレーのトレーナー着てるっていうね。グレーのプレーンな V ネックのトレーナー着てるじゃん。これ私服出てるとき。これ 92% です。ね。あと、そうですね。87% バッファローゴロの木村さんは紺色に黄色いラインで可愛いプロレスラーのイラストを描いた T シャツ着てます。その4人ぐらいですかね。必ず私服一緒っていうの。こちら行きましょう。ラジオネーム国分け。ママレードボーイのオープニングテーマ、笑顔に会いたいは冒頭のツクターンというところで、芋筋トリオがビンタしています。信じないか信じないかはあなた次第。確かに。全く同じ出だしですからね。超ウルトライントロドンやられたら、絶対に間違える二つですから。さあ、どんどん行きましょう。こちら、ラジオネームちゃん。三輪明宏は、実は、江原さんのスタンドらしい。信じないか信じないかは、あなた次第。確かに。若干ですけど、ザ・ワールドみたいです。若干ザ・ワールドですからね、あの人、見た目。ラジオネーム、荒井智也。毒マムシ三太夫さんにキアリーの呪文を唱えると、客に、ねえ、おばあちゃま、長生きしてくだちゃいねえ、というようになる。信じないか信じないかはあなた次第。なるほど。毒を抜く呪文ですね。キアリー。わ、毒マムシさん、おばあちゃんに、息ですけどね、あれ。死んじまえ、ばば。でも長生きしろよ、みたいなね。結構むちゃくちゃな。あれなくなるのは惜しいで、キアリーかけたらダメです。さあ、こちら最後にしましょう。ラジオネーム、ラー油。地デジに対応していないテレビ番組を見ると、画面の右上に表示されるアナログの文字。あの文字は日に日に大きくなってるらしい。年末には画面の4分の1を占める大きさになり、アナログ放送が終了する2011年には画面いっぱいに表示されるとか、信じないか信じないかはあなた次第。あ、出てるんですね、今。そういや、俺大阪の部屋に一月ぐらい戻ってへんから、それ出てんの確認してないな。どうなんやろ、俺のテレビ。怖いです。さあ、というわけで、今回はまあこの辺にしときましょうか。ということでね。皆さん、もうどんどんね、コーナーありますんで送ってください。アドレス言っておきます。てめおこ@tbs.co.jp。てめおこ@tbs.co.jp まで。ね。それではここで一曲聴いてください。グリーンで、あゆみです。しずつ前へ進めばいい。いつかは咲かず大輪の花。今は泥でもひたすら胸に手を当てがって全てやれてるかい。さあ行こう、君の今越えてゆこう。気づけばいつか人と比べ自分だけなんだと決めつけて、自分負けたんだ心締めて、バカにされて悲しくなって、また誰かのせいにして逃げて、そんな自分が許せなくて、いつか出会える最高の自分。Look out.
愛する者に無断欠席者なし、餃子を愛する者に加齢臭なし、餃子を愛する者にストーカーなし、素晴らしきかな餃子の合う食卓。 Yes We can change。 ケンドー小林のてめおこ。てめおこが増えすぎた朝浴内を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が経っていた。宇宙世紀0079、宇宙都市サイド3はケンコバランドを名乗り、テメオコ連邦政府に独立戦争を挑んできた。人々はその自らの行為に恐怖した。次回、ケンドー小林のテメオコ、天が大地に立つ、お楽しみに。さあというわけで、ケンドー小林のテメオコ、さあ早くもエンディングの時間がやってきましたね。オープニングで言うたように、10代女子取り込む代の嘘はがきみんな用意しとくようにねてめえは俺を怒らせた、この略しててめおこもなんか違う意味考えときますんで違う略語ですみたいな。1週間だけでいいです。まるまるみんなで嘘つきましょうね。普段こんな番組やってますというね、架空番組にしますんで、その時はぜひ皆さん協力の方お願いします。あとですね、今回ケンコバランドをやりませんでしたけども、それで怒るような真似はやめるようにそれで怒った皆さん本末転倒ですよ、ね、これ勝手に始められてしまったコーナーですからね。ケンコバランドを楽しみにしてるやつも中にはおるでしょうけど、そのことに関して不平は言わない。その分来週分厚くするなんていうね、好遇も取りませんのでさあというわけで、ケンド小林ね、このてめおこ、すべてのコーナーの宛先はこちらにお願いします。てめおこメールアドレス temeoko@tbs.co.jp、てめおこ@tbs.co.jp まで。そして剣道小林のてめおこではポッドキャストもやっております。パソコンをお持ちの方はぜひチェックしてください。パソコンをお持ちでない方は富士通に入社して社員割引でお買い求めください。ダウンロードするにはポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセス、ポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてくださいね。こちらのね、このポッドキャスト版聞いてくれてるのがオリエンタルラジオの中田ともう中学生という不思議なメンツなんでぜひ皆さんも聞いてください。さあそれでは来週もケンド小林のてめえは俺を怒らせたでお会いしましょう。この後はなぎら健一の朝まで天下のハットでお楽しみください。